今日は初めてのジャズピアノトリオというこの教法についてお話できたらなと思います。こっちが第1弾で、こっちが第2弾になってます。で、ジャズピアノの先生にこれをコピーしてもらって、先生が持ってた本なんですけど、で、よかったので私も買いました。1巻の方に左手のバッキングフォームっていうのが載ってるので、それを12キーで載せてあるから、これを弾いておけば、まあ、大体曲が弾けるっていう風になってます。で、マイナーの251っていうのは全部のキーで書かれてないので、これは自分でこれを一応した方がいいと思います。まあ、本当はボイシングワークブックをやって、これ以外のボイシングとかいうのも基本的な、ボイシングっていうのはやっぱり弾けたらいいかなっていうふうに思います。この中で私が割と気に入ってるのはいつか王子様がなんですけども、このアレンジはすごいジャズワルツするのにちょうどいいし、アレンジもすごいいいです。曲によってはちょっとこのアレンジは自分は弾かないかもっていうのがあったりとかするんですけど、これすごいいいです、いつか王子様が。で、 A 列車で行こうなんですけど、結構これってお決まりのフレーズとか、お決まりのイントロがあるんですけど、これはこのまま弾いて大丈夫なようになってるので、私は弾いてないんですけど、いいと思います。 All the things you are を私この間ジャムセッションに初めて参加しましたっていう動画の中で All the things you are 弾いたんですけど、そのイントロとエンディングはこの中から割とそのまま抜き出したので良かったかなと思います。これは代表的な曲で枯葉なんですけれども、こういう風に右のページに1段譜が載ってます。で、コードとかも書いてあるんですけど、スケールとかについては書いてないです。なのでスケールどういう風にするかっていうことはまた違う勉強をしないといけないと思います。で、このこう下の方に行きますと、おすすめの CD っていうのが載ってるので、この枯葉だったらウィントン・ケリーとマイルス・デイビスが紹介されているので、できたらこの CD は YouTube とかで探して聴いた方がいいと思います。で、左側に解説が載ってるので、全部読んではないんですけど、この曲は2-5 について話してあったりとか、そういう風になってます。で、後ろの方のページめくると、こういう風に3段譜になって載ってます。ベース音はベースが弾いてるんですけど、この上2段はピアニストが弾くパートになってます。で、こうあるんですけど、CD がついてて、この、テキストに CD がついてまして、で、この CD の中に、カラオケのバージョン、カラオケはトラック3っていう風に書いてあるんですけど、カラオケで、ベースとドラムだけっていうのと、あとはトラック13には、これ全部弾いてあるのが入ってます。で、繰り返しマークがあるんですけども、繰り返しはこのまま弾いてないです。繰り返し2回目とかはすごい左手のボイシングとかもっとかっこよく弾いてたりとか、リズムとかもかっこよくなって、ちょっとフェイクとかされてるので、そういうの自分で私はコピーしたりとか真似して弾いたりとかしていました。で、あと枯葉でいいなと思ったのは、ここ最後のエンディングのところ、ここ3回最後の4小節を繰り返すっていうのをこう理解するのにすごい役立つと思います。あと、こういう風なコードで終わったらかっこいいとかいうのがすぐ分かるようになっています。この本のいいところをなんですけども、イントロとエンディングがそれぞれの曲の中でお決まりのイントロエンディングっていうのが載ってるので、割とこのままジャムセッションとかで弾いたりとかしてもいいと思います。で、割とこうそんなに理論とかは書いてなくって、でこのままこうフレーズ弾いたらかっこよくなるようなアレンジになってると思います。ただ速さっていうのが、枯葉だったらすごいゆっくりなテンポだったりとかするので、テンポを変えたいとかいう場合は、もっと
こう上手くなってきたりとかしたら、あのアイリアルプロとかに合わせてできたらいいかなって。あ、逆にゆっくりで練習したい時とかもこれだけでは早かったりとかするんで、ゆっくりのテンポに設定してアイリアルプロで練習することをおすすめしたいです。ジャズ理論を、あんまり極力省いて、で気軽に弾けるようにっていうことらしいので、まあクラシック弾けるけどっていう人は譜面見ながら弾いてもいいし、でも最終的にはやっぱりあの耳でちゃんと聞いて CD 聞いて弾いたりとか、ここに載ってる CD をちょっと聞いてみて、それをコピーしてみたりとかする使い方がいいんじゃないかなっていうか、これから私もやっていこうかなと思っています。余談なんですけど、私の友達でもあのジャズピアノとか即興とかあのすごい好きで、あの趣味でやってる子とかいるんですけど、その子に言わせるとジャズは独学っていう風に いつも言ってます。で、自分で学ん であの誰か近くにあの近くに住んでる人とかで聞ける人がいたらいいよって、あの何かわからないことがあったら質問できる人がいたらそれでいいん違うかって言ってて、あ、そうかもなって思います。でモチベーション維持のために先生に習いに行くとか、仲間がいて仲間と一緒にこんな練習してるとか話をしたりしながら、やめないようにジャズも楽しめるしクラシックも続けれるしっていう風な環境を自分で整えていくっていうのが大事かなっていう風に思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。